皆さんこんにちは、遠藤です。今日のポイントはリスクオンの動きについてです。ということで10月8日木曜日、今日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終値は 23,647円07銭、昨日比プラス224円25銭、反発となりました。早速ポイントとして挙げましたリスクオンの動きについて、ふんわしチャートを順番に冷やしチャートにて見ていきましょう。まずはふんわしチャート、5ふんわしチャートに切り替えていきます。アメリカのですね、追加経済対策への期待感からしっかり反発で終わりました。ニューヨーク市場の流れを受けまして、日本の市場もですねプラス、今朝は83円52円高となります。 23,506 円34銭でスタートとなりました。回線コースタートで、朝方ですね、その売られる場面も若干ありましたけれども、じりじりとこのように上げ幅を切り上げる展開、拡大する展開ですね、これが継続で、全日経がですね 23,600 円台で終えております。で、5番はですね、まあ、先物買いによります。そして大統領選をめぐる不透明感が、まあ、払拭といいますか、交代によるリスクオンの動きと。で、これらがですね、株式市場に一段高の動きを見せて、5番、一時23,700円ところをつけました。今日の高値23,701円77銭、12時40分台ということになります。で、その動きですね、国内企業決算発表、まあ、本格化をすると、その前の様子見姿勢、これがありまして、上値を追う姿勢には見られず、揉み合いながらも23,600円台で今日の大引けを迎えたということになります。まあ、いずれにしましても、まあ、下値をしっかりと支えようとする動き、為替ドル円に関しましてもしっかりとサポートですね、円安方向の動きということが、まあ、継続をしておるということになります。冷やしチャート切り替えて見てみましょう。冷やしチャート、このように一段高となりました。9月の高値、つまり9月29日につけました直近高値 23,622 円74銭を上方ブレイクと、上方向に抜けたということになります。で、現在ですね、ロウソク足、こちら拡大してみてみましょう。移動平均線とロウソク足の位置関係見てみましょう。緩やかな上向きの25日線の上にロウソク足がある状態、そしてその下にあります75日線、これも緩やかな上向きの75日線の上にロウソク足がある状態です。9月の高値を今日上に抜けたということで、安値が切り上がって、高値もこのように切り上がっている状態、まあ、上昇のトレンドと短期的に見てですね、ということが言えます。で、一目均衡表、こちらは三役交点中、これも拡大するとですね、転換線と基準線クロスしてるんじゃないかなと見ることができるんですが、そうではなくクロスせずに交点中、これが継続をしております。で、マック D ですね、冷やしマック D、ここ下、こちらも上に開けて見てみましょうか。こちらになります。ここマック D、デッドクロスしていたんですが、昨日ゴールデンクロスに切り替わって、今日もデッドクロス継続、今日で2営業日目のゴールデンクロス中と。つまりスイングトレードにおいてはいよいよ短期買い戦略となります。まあ、どこまでかというのをこの後お伝えします。で、次に週足、月足を見ていきましょう。週足チャート切り替えてみていきます。週足チャートにおきましては、このように揉み合いが継続となっております。横向きの39周線の上にロウソク足がある状態、さらに週足の MACD、 これがですね、まだギリギリデッドクロス中ということになります。まあ、これが上に抜けてくるとですね、さらに強くなってくる、まあ、一時的な上方向というのはですね、週足チャートからも見ることができるということになります。そして月足チャート切り替えて見てみましょう。月足チャート、もうちょっと縮小したもの、このようにですね、トレンドは上方向だったんですが、今揉んでいる状態ですね。
合破のような動き、これを見せております。で、揉み合いということで、緩やかな上向きに14ヶ月線の上に今はローソク足が位置している状態ということになります。で、まあ、週足と月足いずれもですね、下値サポートとなる層、この線ですね、移動平均線が下値を支持する役割となっておりますので、下では硬さというのが見られますが、まあ、上にも下にもまだちょっと行きやすいかなということですね、動きやすいかなというふうに見ることができます。以上からですね、日足チャートに戻しまして、日経平均今後の上下値目処としましては、上値目処は引き続き24,000円まで、24,000円まであと353円ですね。そして下値目処は75日線までと見ることができます。今日の75日線は 22,884円96銭、ここまでというふうに見ております。デイトレードにおきましては、今日皆さんいかがでしたでしょうか。マザーズ数は今日で4営業日続伸と強かったですね。特にマザーズ数終値は 1319.84 ポイントをつけまして、1300ポイント台を回復、2018年の2月2日以来、2年8ヶ月ぶりの高値水準でマザーズ数を終えております。まあ、この流れですね、乗っかっていけるかなというところで、今日も監視している銘柄マザーズ数良かったですね。例えば今日の監視銘柄、つまり昨日出した監視の中にですね、マザーズ銘柄がいくつかありまして、7779のサイバーダイも強かったですね。こちらちょっとチャートはこのままでいきます。あとはマザーズですと4448チャットワーク、これマザーズ強かったですね。あとはメルカリ、4385のメルカリも強かったですね。それ以外ですと3186のネクステージ、6666リバーエルテック、あとは3856 A バランス、これも強かったですね。まあ、内容としては非常に、まあ、特に前場、向こう場は落ちる銘柄もありましたけれども良かったですね。事前準備はやはり重要だということになります。利益確定された皆様おめでとうございました。で、5337暖冬というのがありましてですね、こちらを見ましょうか。監視ということで、今日昨日挙げました一段高行くかどうか、上行ったら流れに乗っていきましょうということで、監視注目銘柄として入れておりましたが、エントリーポイントなく、そのまま安く始まって急落下となりました。怪我しなくてよかったですね。一時ストップ安をつけたということです。逆張り志向の方々はこうドスンドスンドスンと落ちてきたところでですね、このように落ちてきたところで拾いますから、あ、さっき拾った、でまたさらに動かずにドスンと急落、またさらに揉み合ってからドスンでストップです、ストップですということで、非常にですね良くない結果、逆張り志向の方は含み損を抱えた状態で手締まりできなかった方は明日に臨むことになりますので、やはりですね、こちらもデイトレードにおきましても基本的には順張り志向で臨む、これが一番良いということになるでしょう。で、明日のですね、注目銘柄、まあ、監視銘柄として今現在いくつか挙げております。まあ、夜間の PTS の関係で入れ替えることもありますけれども、こちら、板、出しましょうか。今日ストップ高つけました、3469のデュエルタップ。これ不動産ですね。あとは3914のジグソン。そして、あとはですね、4482のウィグズ。3186のこちらネクステージ、これ明日も見ていきましょう。あともう一個、今日、まあ、十字線のような動きで終えてましたヒゲの長い状態、7779サイバータイム、あとは同じく3856の A バランス、ヒゲありますか、見ていきましょう。4448のチャットワーク、そして4385のこのようにメルカリですね。これらの銘柄を明日用として見ていきましょうということになります。それでは個別銘柄に関しましては以上となります。今日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録とよろしければ高評価ボタンを押していただきましたら幸いです。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼いたします。